愛知県は厚見郡の一厚見郡は愛知県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は田原市及び豊橋市の大部分にあたる。当該区域の面積は378.25平方キロメートル37万5905人。7世紀後半の表制度下では悪味表と呼ばれた。名は 安住連に由来すると伝えられている。伊勢国に近いため、伊勢神宮の荘園である、リア、ミソ園が多く存在した。追認天皇時代には、国像が三河国厚見軍の神戸を朝廷に寄進している。また、安住明によると、研究10年3月23日を都合に、三河の国役見本神戸、新神戸、大津神戸、医療校クリアが存在している。 中世には一色氏が支配したが、王仁の乱後は田原城や二輪木城を築いて、厚見軍の支配力を強める戸田氏に対し、16世紀の初頭からは、隣軍の本位軍から、牧野氏が今橋城を築いて、戸田氏と争った。度重なる今橋城の争奪戦に、西三河の松平氏まで絡んでくるが、東から、駿河国、東都海国を治める今川氏が、 松平市、戸田市、牧野市を丸ごと従えるようになったため、今川市による支配で落ち着いた時期もある。室町戦国時代には、奥軍という呼び方もある。文明6年11月1日の旅行で主張で、奥軍野田と見える。その他、戦国期から江戸初期の資料では、大津、神戸、伊良子、堀切、渡る熊などが、奥軍の地名として見え、 厚み半島一帯が奥軍と称されていたものと推定される。天文20年5月7日の今川、吉本藩物によると、三河国奥軍神戸号方名職のこと、右女前前九時年貢霊取り沙田、百姓職栄華金の並び船に互とが、本田正忠にあてがわれている。江戸期には、吉田藩や田原藩や畠村藩などの変遷を経て、廃藩地県を迎えた。 軍の北端を流れる現在の豊川は過去、時代ごと地域ごとにいくつかの名称があったとされ、古代における最下流域の渡し都合付近では悪海川と呼ばれていたことが、上和2年に発令された大乗官府によって確認できる。1、豊橋町2、豊橋村3、花田村4、吉田方村5、 室村6、福岡村7、磯部村8、高志村9、上野村10、豊岡村11、大川村12、細谷村13、小沢村14、高根村15、 高南村16、ロー村17、大崎村18.6連村19、杉山村20、相川村21、神戸村22、田原村23、道保村24、野田村25、赤羽村26、高松村27、若戸村28、和知村29、伊良子村30、中山村31、福江村32、清田村33、泉村自治体の変遷。 ありがとうございます。